の CM がこうやってなんかカラーボールでみんなとわちゃわちゃしてなんかすごい楽しく撮影できてなんかいい CM ができたんじゃできるんじゃないかなと今日思いました。カラフルなボールの中であのそれぞれの個性の色とかそういうのが表現されてるかなって思ってすごい可愛いなと思いました。みんなでじゃれ合ってそういうシーンとかを撮影したんですけどすごく二重らしさがすごい素の二重らしさが出たんじゃないかなと思いますしすごくなんかこのフィッツの CM とすごく私たちは合ってるんじゃないかなとちょっと私は思いました。私たちはそのフィッツさんのガムとかをよく食べていたのでそのフィッツさんにあの私たちが出演できるって聞いた時は本当に嬉しかったしあの私たちがその出演したことであの皆さんにもあのこのフィッツさんの美味しいガムをたくさん食べていただきたいなって思います。こうやってロッテさんとこうやって一緒にこのコラボできるなんて思ってなかったのですごい私たちもお話を聞いた時はすごいびっくりしたんですけど今回はこのフィッツと一緒に NiziU がコラボするということでこのフィッツの良さも出しつつ私たちのまたカラーも出していい CM にもなったんじゃないかなと思いますしすごい私たち自身も今回楽しくやることができたのですごい良かったなって思います。みんなでボールの中でなんか人を埋め合ったりとか、 なんかそうやってわちゃわちゃ遊んでるシーンが見どころなんじゃないかなと思います。なんか普段はパフォーマンスだったりとかそういうあのかっこいいとかかわいいとかそういう姿を結構見せると思うんですけど私たちがこうやって本気でもうワイワイもう自分らしくこうやって遊ぶ姿を皆さんに見せられたらいいなと思ったのですごくなんか新鮮な気持ちであのこうやってテレビに CM として出てそれを見るのがすごく楽しみです。このメンバーに本当にみんなと受かって恵まれたし今回受かったからこそロッテさんのこのヒッツの CM とコラボもできるようになったので今回NiziUに受かって本当に良かったなと思います。今回の CM を撮影しながらこの今の瞬間が本当に今日弾けて撮影することができたので今かなって思います。私はメンバーと遊ぶことが大好きなのでとにかくちょっと疲れたなとか落ち込んだりしたらメンバーの元に行ってあのいろいろお話しゃべったりとか遊ぼうって誘ったりしてあの元気をもらってます。落ち込んだ時とかにメンバーに相談したりして一緒に泣いて笑えばすごい心に虹が出る感じにすごいハッピーな気持ちになれると思います。やっぱり私がその心に虹が出る瞬間はこうやってみんなと一緒にやっぱり過ごしている時がなんか自分の中で一番自分が出せている瞬間でもありますし一番心がリラックスしていてすごい楽しい時間なのでこうやってNiziUのみんなと一緒にいれることが私はもう本当に幸せです。